マリース・ベスチエ・マリーズ・バスティエは、フランスの女性パイロットである。1930年代に、多くの飛行記録を樹立した。オート・ビュンヌに生まれた。11歳で父親を亡くし、貧しい暮らしの中で育った。加工場で働き、最初の結婚に失敗し子供を抱えた。第一次世界大戦のパイロットと結婚することにより、飛行に憧れ、パイロットになって、 自らの飛行機を元うと決意した。航空ライセンスを得た後、1926年に夫を航空事故で失うが、極技飛行で自らの飛行のための資金を稼ぎ、1927年に自分の航空機、コードロン C109 を購入した。1930年に37時間55分の女性の対空時間の記録を樹立し、 1931年に2976キロの距離記録を樹立した。1936年には12時間5分かけて南大西洋の横断飛行に成功した。これらの飛行によって1931年に特筆すべきパイロットに贈られるハーモントロフィーを受賞した。1935年にオルディ空港に自らの飛行学校を設立した。 フランス空軍で働き、3000時間の飛行時間を記録して単位まで昇格した。レジオンドヌール勲章を受訓した。1937年に、自伝、エルベとカルネデューヌエイビートリスを出版した。1952年7月6日、リオンでの大会で離陸中に墜落して死亡した。パリのモンパルナスに葬られた。いくつかの学校に、 パスティエを記念した名前が付けられ、パスティエの肖像が用いられた航空郵便の切手がフランスで発行された。ありがとうございます。